ました。ありがとうストレッチのコーナーです。ありがとうストレッチ。私がですね、私スーパーパントマイム伝道師シスターひろみが考案いたしました、ありがとうストレッチ、愛してる大好きありがとうの言葉をボディさんに投げかけながら行うストレッチです。これ効果てきめんでございますので、ぜひね皆様ご一緒にやりましょう。毎朝ですね、ほぼ毎朝ね、朝9時に行っております。はい、おはようございます。あ、花さんおはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、これねシスターね、いろいろ改善してですね、いろいろコメントさんがすぐ見れるようにしていきたいなと思っておりますけれども、ちょっとまだわかりませんやり方が。はい、ではさあ早速始めていきましょう。これコメントさん見えるのかな、これさあでは行きましょう。愛してる大好きあるよ、チュチュチュね、いろいろなことはですね、試行錯誤の日々でございますよ。試行錯誤でもいいですよ。はい、いいです。じゃあこういうふうにすればいいのかな。はい、じゃあこういうふうにすればいいのかな。やっぱこうか。はい、ではですね、ビフォーアフターをね、いつものようにチェックしていきましょう。ビフォーアフターですよ。ストレッチはね、継続が重要です。継続するためにはですね、ご自分のボディの変化が分かると継続したくなってまいります。したくなってまいりますというか、しやすくなってまいりますので、変化が分かるとモチベーションがアップして、じゃあまたやろうっていう気になりますので、ぜひビフォーをチェックいたしましょう。ビフォーをチェックして、ストレッチし終わったらもうアフターをチェックする。はい、では両足を伸ばします。長座さんです。はい、手を伸ばします。はい、では手がどの位置ぐらいに行くでしょうか。さあシスター、今日はちょっと踏んでます。いろいろなもの踏みましたので、少し低い位置にしてますね。よろしいかと思います。はい、では皆様どうでしょう。お膝の裏の隙間はどうでしょうか。お膝の高さどうでしょう。これね、左右差あるんだよね。やっぱりシスターはね、右膝さんの方が下なんですよ。ということは、左ひ、ももさんの方が張ってるってことなんですよ。ももが丸いと膝の位置が高いんですよ。で、ももがビヨーンって伸びるとお膝さんがね、下がってまいります。その辺の左右差なんかもね、チェックしてみてください。はい、では早速いきましょう。左足さんの上に右足さんを乗っけていただいて、指先さんをグイッと出してグイグイ動かすところからいきますよ。はい、では声を出していきます。愛してる大好きありがとう、2回言うと8カウントですね。それ、ほぼ8カウントで言って骨盤周りに来た時に、2エイトになってきます。はい、ではいきましょう。吸ってせーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でお隣、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、で手足を握手、足の甲の上の方を持って、足先つま先をねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、土踏まずの下側です。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、くるぶしを持って足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では肘をちょっと上げて、肘を大きく回します。足首回し、せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔で、反対回し、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でね。はい、では手指を離します。では手で足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、足だけを振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではその足を下に下ろします。右足さんね、ふくらはぎさんいきますよ。左足さんは後ろ側に置いてください。はい、体重を乗っけてですね、
ふくらはぎさんをほぐします。きゅうりの塩もみいきましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でナイス。はい、ではお膝のちょっと上、結界さん、体重乗っけてほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありが、痛いねこれね、愛してる、大好き、ありが、ももの内側さんどうぞ、愛してる、大好き、ありが、いいですよ、とってもいいです、愛してる、大好き、ありがとう。はい、ではお膝さんを立てていただいて、両膝立てて反対側にひっくり返して、右足のふくらはぎ外側をぐいぐい揉みます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの右足さんのお膝を立てて、ふくらはぎの裏側を親指さんたちでほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で。はい、では膝の下のゴリゴリのところね、骨のところをグーでほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。膝のちょっと上のゴリゴリをグーでほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、千代子さんおはようございます。はい、膝周りです。せーの、愛してる、大好き。ビフォーアフターね、チェックして、参加なさってください。今お膝まで聞いてます。ということでコメントが見れましたね、よかったです。はい、ではももの裏側です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ももの内側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。ももの外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。膝の裏側をぐいぐいやります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、では膝を持ち上げて、膝下ブラブラ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き。ちょっと手を下にずらしますよ。せーの、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、愛してる、大好き、ナイス。もう一回ちょっと下にずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの足さんを伸ばします。はい、ももの上さんですね、肘でぐいぐい動かします。手でもいいですよ。はい、行きましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、つま先を膝内側にして、ももの横さんです。せーの、愛してる、大好き。ここ念入りに行きますよ。はい、愛してる、大好き。ちょっと痛いということです。ワンモアイト。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。ここからずっと2セットですね。大好き、ナイス。2セットが続きます。はい、では右足さんを後ろに畳んでください。左足さんが前です。はい、では右の腰骨さんのところに手を置いて、グッと落っことしたところをグイグイほぐします。腰横グイグイ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。ワンモア。愛してる、大好き、2セットって言っておきながら、はい、愛してる、大好き、忘れそうになります。ナイス。はい、背筋伸ばして骨盤転がし、左のお膝さんの横に左手、右手お尻っぺたさん、後ろに骨盤をグッと倒したときは背中を丸める。はい、前に骨盤を倒したときは背中をグッと反る感じで、はい、後ろからいきましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で。ワンマイト。愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばして、左手さんは左腰の横、右手さん腰、腰、肘、肩大きくねじります。骨盤ねじり。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモアエイト。愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、では両方の手を頭の上で回る。皆さんご一緒にご唱和ください。いいです、ご唱和ください。せーの、いいです。
はい、拍手ありがとうございます。右足終了でございます。はい、では、両足を伸ばして右足さんのチェックをしますよ。両足伸ばして長座でございます。はい、右手さんどうぞ。何座か忘れちゃう。はい、では右手さんはですね、結構下かかとの方まで来ましたよ。はい、左手さんはまだ土踏まずの真ん中あたりでございますということで、違いがありますね。ありがとうございます。はい、ではちょっと水分摂取タイム休憩。はい、ボディの変化ありましたらコメント等でね、教えていただいてもいいです。お願いします。うん、いや昨日の今日のストレッチですから、やっぱりね、連続するとね、体が喜んでおります。私の何のつの流れもね、覚えてる割には忘れてたりしますしてますけどね、まあまあ気にせず。はい、花さん無事右が終わりましたね。ありがとうございます。コメントこれね、リアルで見れるはずなんですよ、私下と上で。はい、さあということで、ボディの変化、右足の伸び足の花さん、イエーイ、ありがとうございます。だいぶね、日々やってるとやっぱりね、ちゃんとね、ボディさんストレッチはストレッチは裏切らないこれ重要ですね、本当ね。ストレッチって継続でボディが変わってきますから、やっぱりね、裏切らないっていうことを信じて行っていくことが重要だと思いますいいですね。はい、ではいいです、いいです。はい、ありがとうございます。では右側さん終わりましたので、左側さん行きましょう。はい、では左足さんのチェックです。両足を伸ばします。はい、パネルさんもちょっと置き換えて、伸びしろたっぷり、はい、伸びしろたっぷりの掛け声ね。ああ、ありがとうございます。ありがとうのマークもここに置いといて、はい、ではですね、両足伸ばしたり、左足さんのチェックです。左足さんどうでしょう。もう一回感じて、背中の張り具合とか、ももの張り具合とか、おお、膝の位置も全然違う。はい、右足さんと左足さんで全然違うと思います。はい、では右足の上に左足さんを乗っけて、足の指さんを横、親指と人差し指さんを横に開いて縦に振るところからいきますよ。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では手と足握手、足の甲を持って足先、つま先ねじりですね。せーの、愛してる大好きありがとう、ボディも動かして、愛してる大好き笑顔でね。はい、土踏まず下側を持って足先をねじります、足をねじります。せーの、愛してる大好きボディごと、はい、愛してる大好き笑顔でね。はい、ではくるぶしを持って足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。お膝さんちょっと持ち上げて、足首大きく回します。これもボディごと、せーの、愛してる大好き、肘も大きく回してね。はい、愛してる大好き笑顔で、反対回し、愛してる大好き、肘を大きく、ボディーごと、はい、愛してる大好き笑顔でね。はい、では指を外して、手を振り、 手だけで足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、せー、第にどうぞ、上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではチャレンジコーナーやってまいりました。今日もパフパフ、背筋を伸ばします、ボディを後ろに倒します、両足をアップします、両手を離して盛大に振ります、両手両足振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモア、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き貯金のポーズ、せーの、 V チョキーン。はい、ではどっちかの足曲げていただいて、手を頭の上で丸、皆さんご唱ください、いいです、せーの、いいです。
です。はい、ありがとうございます。ここにもいいですが入っております。これね、あれですよ。腹筋背筋さんを鍛えておりますよね。はっ、はい、ありがとうございます。では、ではふくらはぎさん行きましょう。無事にできたところで。はい、左足のふくらはぎさん。体重乗っけてふくらはぎを、ぐいぐい揉みます。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝のちょっと上、9回さん。愛してる、大好き、ありがとう。体重かけます。愛してる、大好き。では、お膝の内、もも内側さん。愛してる、大好き。体重乗っけて、ぐいぐいほぐしてください。愛してる、大好き。痛いですね。はい、では両方のお膝を立てて、ひっくり返します。反対側。左のふくらはぎ外側を揉みます。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね。はい、ではその左足さんを立てて、右足さんは下に置いといてください。左のふくらはぎさん、下が親指さんたちで揉みます。せーの。愛してる、大好き。いたたたた。はい、愛してる、大好き。痛くても笑顔でね。はい、膝のちょっと下、グーでゴリゴリやります。膝下ゴリゴリ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。膝上ゴリゴリ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。お皿周りゴリゴリ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。膝裏をグイグイ、違った、もも裏グイグイ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。間違えた、愛してる、大好き、間違えてもいいです。はい、内ももグイグイ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。もも外グイグイ。愛してる、大好き、ももの外側ですよ。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。膝裏グイグイ、ここです。愛してる、大好き。膝の裏をグイグイほぐして、はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では膝を持ち上げて、膝下ブラブラ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ちょっと下にずらして、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、もう一回ちょっとずらして、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ブラブラ。はい、ではその足を伸ばします。ももの上グイグイ、手でも肘でもいいです。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。痛いね、これ。愛してる、大好き、痛い痛い、ありがとう。はい、つま先、お膝、内側、ももの外側です。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ここはもうセット、ここから2セットです。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではその左足さんを後ろに畳みます。そしたら左の腰骨をグッと落としたところ、腰横グイグイ2セット、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。ワンワイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、背筋を伸ばして骨盤転がし、左手、右手のお膝さんの横に右手、右膝さんの横に右手、左手さん、左のお尻ペタ、後ろ丸めるのと反らすのと、いきましょう。後ろから、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。ワンワイト。愛してる、大好き、ありがとう。せー、第2、どうぞ。ナイス。はい、では右手を右腰の横、左手さん左腰、どっちこっちか、はい、腰を持って腰肘肩を大きくねじります。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。背筋を伸ばして、ワンワイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス、いいです。はい、では最後ね、両足骨盤転がし、マットさんを畳んでいただいたり、座布団さんを畳んでいただいたりして、座骨さんを守ります。はい、お尻を置いて背筋を伸ばしたら、足は肩幅ぐらい開いて、
ももの後ろでガツッと持ってください。そして背筋をグッと伸ばします。そしたら後ろに行くときはこの背中をグッと丸めておへそを覗く感じ。はい、前にするときは背筋を伸ばしておへそを床面にこう寄せる感じで、骨盤をこうね、骨盤の動きを出しております。はい、行きましょう。後ろから、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ママエイド、はい、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、盛大に。はい、ではこれこそラスト、背筋を伸ばして骨盤のクイック、腰をその場で動かします。後ろから、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモア、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、バッチリ。はい、ではこれで全て終わりましたので、最後イデスポーツで決めましょう。背筋を伸ばします、ギュン、はい、ボディを倒します、両足をアップ、どっちかの足を伸ばす、両手を頭の上で丸、はい、画面の方を向く、ちょっと倒す、皆さんご一緒に、イデー、バッチリ音と合いました。はい、拍手ありがとうございます。足はね、背筋をぐっと伸ばしてね、 V の字、はい、いかがでしょうか。ありがとうございます。はい、バッチリ決まりました。今日トトパーフェクトにね、決まりました。ありがとうございます。さあ、では両足チェック、チェックですね。左足さんも、はい、では長座で、あ、左足も行きましたね。はい、右足さんとの違いはどうでしょう。膝の位置もだいぶ落ちましたね。ももも横微動でございます。いいです。ありがとうございました。バッチリです。さあ、ボディさんいかがでしたでしょうか。水分取っていただいて、変化等ありましたらコメントしていただければと思います。はい。このありがとうストレッチさんね、ほぼ毎日ですが、次回は水木金曜日、金曜日にやっております。金曜日。あ、足が伸びません。足が伸びません。あ、こうキープの時ね、キープの時の話ね。いやいや、いいです、いいです、いいですよ。おいおい行きますから大丈夫です。徐々にね、徐々に行きましょう。徐々にこれね、日々やるだけで腹筋背筋ついてきますので徐々にやりましょう。いいですね、いいです。あのストレッチで足は伸びてると思うので、キープの足はちょっとね、あの難易度ちょっとアップしております。はい、ということで金曜日、次は金曜日、そして日曜日ございます。あの土曜日シスター、そういえばちょっとあの東京マイムカレッジ、私のパントマイムスクール東京マイムカレッジの方で少しですね、撮影などがありますため、膝が下がりました。あ、膝の位置は下がってますね、よかったです。はい、などがあって土曜日はお休みですが、次は金曜日、日曜日、そして来週の火曜日と1日おきぐらいになってますけど、ぜひあの毎日おやりになる方はですね、シスターのこの録画を見て朝晩にやっていただければと思います。はい、ということでいいです、ありがとうございました。今日もご参加ありがとうございました。私もね、ありがたいでございます。皆様ご参加してくださるから私もできるっていうね、もう本当は日々やった方が本当にいいと思ってるんですけどだから配信しながらできるからね、とってもいいと思っております。ぜひ次回もご参加くださいということで、次、金曜日お待ちしております。はい、今日も本当にありがとうございました。ごきげんよう。 Have a nice day. Have a nice Wednesday. See you so soon. Ciao. Bye bye.